じゃんけんをしていただき、点灯ボタンを押していただく方の抽選を行いたいと思います。はい、じゃあ、じくちゃんと真ん中に来てくださってくれましたね。これから私たちとじゃんけんをしていただき、勝ち残った5名の方に点灯ボタンを押していただきたいと思います。やばい、揺れるじゃない。ではまずはじめ1回戦で3名の方を抽選させていただきたいと思います。その後2回戦で残りの2名の点灯者の方を決めさせていただきます。高橋くんとじゃんけんをして勝った方だけ残っていただきます。アイコは負けとなりますのでよろしくお願いします。高橋君は体全体を使ってじゃんけんをしてくれます。じゃあ皆様に一度じゃんけんのポーズをご覧いただきたいと思います。高橋君、準備は大丈夫ですか？ではまずじゃんけんのグーのポーズをやってください。グー、はい、小さくなりましたね。それが高橋君のじゃんけんのグーのポーズです。はい、次がチョキのポーズです。じゃんけんチョキ、あ、これがチョキのポーズですね。で、次最後がじゃんけんパワー。パワーは大きく体いっぱい広げてくれてますね。では皆さん大丈夫ですか？これが高藤くんのグーチョキパーになります。ではここで高藤くんとのじゃんけん抽選会にご参加くださるお客様は恐れ入りますが、その場で立ち上がっていただけますでしょうか？参加される方は立っていただいて手を大きく上に上げてください。その場で手を大きく上に上げてください。はい、どれもやっておこう。なかなかね、こういった機会ございませんので、ぜひ皆さん参加してくださいね。はい、その場で結構ですので、参加される方は立ち上がっていただいて手を大きく上に上げてください。その場で皆様手を大きく上に伸ばしてください。はい、勝った方だけ残りとなりますのでね、愛子の方と、負けた方は、お座りくださいね。よろしいですか？それでは参ります。最初はグーでいきますね。最初はグー、じゃんけんポン。高藤くんがチョキを出してくれてます。グーを出したお客様のみ勝ち残りとなります。チョキとパーのお客様は恐れ入りますが、腰を出してください。よろしいですか？引き続きいきます。最初はグー、じゃんけんポン。高藤くんはパーを出してくれました。チョキを出してお客様勝ちです。はい、参ります。最初はグー、じゃんけんポン。高藤くんはグーを出したのでパーのお客様が勝ち残りです。はい、だいぶ皆様減ってまいりましたね。はい、もう一度いきます。最初はグー、じゃんけんポン。高藤くんはチョキでした。グーを出したお客様が勝ちです。ただいま勝ち残っているお客様恐れ入りますが、前の方へいらしていただけますでしょうか？ただいま勝ち残っているお客様、前へお越しください。勝ち残っているお客様、前の方でご集合ください。よろしいですか？ずっと勝ち続けてたお客様、前へいらしてください。大丈夫ですかね？以上で全員でよろしいですか？ずっと勝ってた方のみですよ。ずっと勝ってた方のみになります。よろしいですか？はい、もう一度高橋君とじゃんけんしていただきます。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。高橋君は
チョキを出してくれました。パーですか？はい、竹内くんパーでした。パーです。チョキの方だけ勝ち残りです。はい、もう一度いきます。最初はグー、じゃんけんポン。竹内くんはグーです。パーのお客様が勝ち残りです。パーのお客様だけ残っていただけますか？はい、大丈夫ですかね。はい、今残っている子は1、2、3、5人か。飼っている方は何人いますか？小さなお子様の保護者の方いらっしゃいますでしょうか？そばにいらしていただくことできますか？一緒に近くまで来てください。はい、よろしいですか？はい、お父様お母様いらしてくださいましたか？飼ってる方だけで、あの皆さんで一緒にじゃんけん付きしていただきますのでね。はい、お客様同士でじゃんけんになります。はい、お客様同士でじゃんけんしていただいて3名を選びますね。はい、はい、参ります。よろしいですか？飼ってる方だけいきます。はい、最初はグー、じゃんけんポン。ごめんなさい、さっき負けちゃってたからね。はい、こちらのお姉ちゃんも残って、ちっちゃいお姉ちゃんだけも負けちゃったからね。はい、もう一回、ちょっとごめんなさい。大丈夫ですか？はい、はい、よろしいですか？最初はグー、じゃんけんポン。はい、じゃあ、チョキの、はい、お姉ちゃん、お二人。まだ、まだもう一人選びますね。はい、まだ。はい、2名決まりましたので、もう一方決めさせていただきたいと思います。もう一度参ります。最初はグー、じゃんけんポン。最初はグー、じゃんけんポン。はい、最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょ。はい、決まりました。はい、決定しました。はい、じゃあ引き続き第2回戦に行かせていただきたいと思います。たびたび申し訳ございませんが、またじゃんけん抽選会。